はい、どうも、ワカクです。今日は戦国不武武将紹介やっていきたいと思います。ちょっとね、期間空いてしまったんですけど、すいません。今回は、直近でですね、当たった武将を、紹介していきたいと思うんですけれども、新しくですね、新規武将として出てきてた武将です。こちらです。巴御前ですね、こちらが当たりました。で、この巴御前に関してなんですけど、あれですね、木曽義仲、これすごい前ですね、平安時代末期、の武将になってくるんですけれども、巴御前は、すごく有名で、なんか本当に実在はしたと思うんですけど、本当にそういう武勇が語り継がれるような、勇猛な武将だったか、どうかっていうのはなんか具体的な事例あまりないみたいなんですが、本当にね、戦場に出ると男勝りに戦ったということで、一騎当選っていう言葉をね、使われた、女武将ということで非常に有名な武将でございます。で、巴御前、今回ちょっと強化していきたいなと思うんですけど、まずですね、巴御前ね、これ攻撃96、兵93ってことで、本当に、物理系って感じの武将ですね。で、スキルなんですけど、一生千金かな、一攫千金じゃなくて、2で奥義ゲージ2で発動できて、ランダムの敵3部隊に挑発状態付与。挑発って何って感じなんですけど、挑発はですね、発動者のみ攻撃可能、通常攻撃、通常スキル、覚醒スキル含む、ね、発動者が動揺状態中の場合は無効だから、多分ちょっと使ってみますけど、巴御前のみしか攻撃ができない、状態になるってことなんですかね。3部隊だから、その対3部隊に対しては巴御前以外攻撃できないよっていう、ちょっとなんとも今まで聞いたことないような感じなのでやってみたいと思います。で、これがね、物理攻撃回避兵数上限ってことで、物理でゴリゴリ系で兵数上限持ってるって言ったらそんなに多くないかなっていうイメージしますね。で、ダメージ軽減もついてるので、で回避もついてるんで前列に出せるかなと思います。で、覚醒スキル、こっちですね。だから完全覚醒までさせると非常にいいのかなと思うんですけど、回避した後、敵兵力最小の部隊に 220% の物理ダメージを与えるってことで、一番弱ってるね、部隊に対してグイッと 220% って相当ダメージでかいと思いますんで、かなりいいんじゃないかなと思います。連携スキルは木曽義仲と、これなんだろうね、今井さんわかんないね、これ一緒に出てた武将なのかな。で、あとはこれから回避率アップ、回避率アップにしましょうか。これでちょっと入れていきたいと思います。ということで、ちょっとね、リセットしましょうか。リセットするのは前田刑事かな。リセットします。もうね、月変わるね、明日でね。ちょっと武将出てくれればいいんですけど、私3体目の完全覚醒を前に相当足踏みしております。全然出ないんですよね、本当にマジかってぐらい出ません。物理なんだけど、ちょっと物理系の武器がないかな。ちょっとあれかな、誰かからお借りしないとって感じですけど、いたしかたないね。野牛の武器一回変えます。また後で元に戻します。じゃあ一回ちょっと巴御前使ってみましょうってことで、装備ね、前列だから完全にだけど、つけるとしたら、普通のね、物理系の鎧をつけたいんですけど、鎧ないからね、本当にあれですね、防具武器が全然ないよって感じですね。じゃあこれで兵も優勝をつけていきます。副将ですね、副将もつけていきます。副将誰だ、装備を持ってるの、持ってそうだな。はい、じゃあちょっと進化させていきます。まずレベルでマックスまで上げて、進化させ、物理攻撃回避兵数上限ダメージ軽減、ここまでかな。だからレベル
星4までですけど、まあ、1070までね上がるんで、兵数上限についてのは非常にありがたいかなと思います。で、部隊編成で前田さんをあれして、ここに巴御前を入れていきましょう。どこだ、巴御前、いてててほい、でちょっと前出そうか。ほい、じゃあこれで編成保存します。さて、じゃあちょっと実際に使っていきたいと思います。どんな感じですかね。ちょっと連携がね、木曽義仲とかちょっと欲しいけど、じゃない限りはなかなか。じゃあちょっと前列に回避があるんで置いて、ちょっと勝てないとあれなんでね、忠勝、連携全くないですけど忠勝ちょっと置いていきます。これでいきましょう。スピードアップさせます。加速、はい、加速させました。で、音がね、はい、すいません、ちょっと途切れちゃいましたね。すいません、途切れましたということで、今ね、加速をさせました。加速をさせて、音なくなっちゃったね。音が消えました、完全に。消えちゃいましたね。よいしょ。さて、あと新しく付いたのはこれですね。物語限定武将っていう形で、これかな、井伊直政の子供の時の名前かな、井伊虎松、違うかな、多分そうですよね。もうこれはゲットしました。で、あと新規武将は何が来てたかなっていうと、新規はないか、限定武将が来てましたね。限定武将、義継、大谷義継と三成ですかね。まあ非常にね、仲のいいお二人なので、まあ、そこの限定武将が来ておりました。あとはなんか新しく、まあ直近でアップデートしたんですよね。ちょっとアップデートの動画上げられてなかったんですけど、直近でアップデートをしました。さあ、もうちょっとですね、あと27秒です。少々お待ちください。まあなかなかね、ほんとね、ダブリが出ないんですよ。見てもらうと分かるんですけど、で最近この完全覚醒させたいのはこの真田幸村ね。真田幸村完全覚醒したくて、今覚醒の2個空いたのかな。だからあと1個神器が来てくれれば、もう1個ね開けていくよっていう感じなんですけど、で覚醒のやつをやってるのは野牛かな2だね。あとね、あと違うね、まだだね。120体さ倒すって結構だよね。なかなか倒せてないです。ということで、どうでしょう。あ、来ましたね、始まってましたね。見てみましょう。ということで、巴御前を前に持ってきて、ごめんなさい、何度も飛んで、巴御前前に持ってきて今やってます。だ、これかな、ここは。巴御前持ってきて前にやってます。これですね、挑発。ちょっと二人目破り出たけど、あの丸くグワーってなってるやつが多分挑発されてて、攻撃できるね、全然ね。巴御前にしか攻撃しないってことなのかな。いまいちよくわかんない、全然。一体どういうあれなんだ。回避いいっすね、回避上げてるんで。結構回避してくれますね。いや、わかんないな、全然わかんなかった、今の挑発。ちょっと最後もう一回、戦闘終わって見てみるか。いや、わかんないですね。どういうことなんだろう。
もう一回挑発やりますけど、攻撃ができないってことなのかな。これ挑発ね。ちょっと見破らないでほしいよね。あ、もう消えたね。一旦で終わりか。いやー、わかんない。これちょっと通常スキルとしては巴御前、使えるか使えないかって言ったら、ちょっとあまり使える印象じゃないですね。なんか女性武将でね、物理だから珍しいなっていうので、ちょっと紹介したんですけれども、なかなか使い勝手は難しいかもしれないです。ということで、今日の動画はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。